僕には今好きな女性が3人いるのです。飲食店なのでもしコロナにかかってしまったら大変なのです。そのしんどい中でのどうしようもない恋の話をマイケルさんに聞いてほしくて送ってしまいました。ダメだよちゃんときちっと恋した方がいいよ。好きがあればごまかせるもん。一緒に寝る？法人は大丈夫そうかな。なんとか。よかった。9時にさ、会えない？会うって？会うって会うだよ。ね、意味わかんない。彼氏どこの誰？スパイスカレーと宣言の店長。法人ではどうして3種類も出されてるんですか？欲張りなんじゃない？杉田さんのおかげ。杉田さん好き。結婚せえへん。杉田くんがいてくれて本当よかった。杉田くんって本当は何考えてるの？ストーカーから逃げてきた。これは浮気じゃねえぜ。マガリーはもういません。